ストップ。ここからステージに乗せますよ。このクリスマスツリーが入った箱、重い。支えるから頑張って一緒に持ち上げましょう。行くわよ。バッチリです。それじゃあ照明が届いて設置できたらステージの上で組み立てて。あ、ちょうど業者から照明が届いたみたいです。受け取りに行きましょう。はい。あ、ところでどうしてここのステージにも照明があるのに他から照明を借りてくるの？本当に最低限の照明しかついてないからよ。ライブをやるならサスペンションライトとかスポットライトをもっと増やさないと見栄えがしないわ。そうなんだ。あ、あっちに照明がいっぱい。照明機材は落下させたら大怪我しちゃうので気をつけてくださいね。重い人は無理しないで一つずつ運んでください。スポットライトって近くで見るとバズーカみたいに大きいんだね。ほら、みのり、ぼーっとしてないで運ぶわよ。うん、せーの。長机はこっちに運ぼう。二つ合わせて置いていこうね。もしかして普通のセロハンテープで貼ろうとしたのかしら。それだと跡が残っちゃうから指定のテープで貼る必要があるんだよね。確か規約に書いてあったけど。うん、大丈夫だよ。初めてだし慣れてないだろうから。しずく、私はこの子と一緒にポスターを貼り直してくる。残りの受付の設営お願いしてもいい？わかったわ。研究生時代には設営もやっていたから任せてちょうだい。ありがとう。じゃあ行ってくるね。うん、これでポスターはバッチリだね。どういたしまして。それじゃあ時間もないし急いで戻ろうか。タイムスケジュール通りには進んでないか。普通のイベントと違って物販がない分余裕があるかと思ったけど、やっぱり慣れていない子が多いから手間取ってるみたい。ただいま、しずく。こっちはどう？大丈夫よ。少し手間取っちゃったけど、みんなが頑張ってくれたから素敵な受付になったわ。もうそんな時間？行こう、しずく。音響と照明のスタッフさんともちゃんと合わせていこう。うん、照明とっても重かった。取り付けもこんなに難しいなんて。これくらいでへばってんじゃないわよ。この後すぐにリハなんだから。あ、しずくとはるかが来たわ。それじゃ、リハ始めるわよ。は、はい。モアモアジャンプ。皆さん、こんにちは。モアモアジャンプの花里みのりです。あ、あれ、音が消えちゃった。ストップ、進行を一回止めてください。大丈夫ですよ。落ち着いてやっていきましょう。気にしないで大丈夫よ。むしろ前日にしっかりリハーサルがやれるようにできなくてごめんなさい。そうね、
急遽空いた会場を借りたから当日リハになっちゃって申し訳ないわ。うん、みんなが悪いわけじゃないよ。切り替えて頭から段取りを確認しながらやってみようか。あ、なんだかみんな元気が。やっとライブリハが終わったけど、スタッフのみんなすごく不安そうだな。ねえ、愛理ちゃん、みんな少し疲れてるみたいだから少し休憩を挟むのはどうかな。そうね、みんな朝からずっと動きっぱなしだものね。みんな遅くなってごめんなさい。今から1時間お昼休憩にするから、ご飯や休憩に行ってきてちょうだい。よくないムードになってるね。どうしても不安になっちゃうわよね。一度お互いに落ち着いて話し合うのはどうかしら。一緒に焦ってしまうといいことはないもの。うん。みのりも疲れたでしょ。ここで待ってて、飲み物を買ってくるから。そうね、私たちも持ってきた分がなくなっちゃったから上の自販機で買ってくるわ。どうすればいいんだろう。何か私にできることは。あ、設営をしてくれてる子たちだ。あんな顔させちゃうなんて。スタッフの仕事は本当に大変だよ。大きな機材の搬入に何時間もかかる設営、1000人近くの人を数人で先導したりもする。つまりそれは私たちのファンをそういう現実と向き合わせるっていうことでもある。はるかちゃんが言ってたのはこういうことだったんだ。ごめんなさい、午前中の部活が長引いちゃって。え？あ、みのりちゃん。あなたは。あ、みのりちゃんですよね。すごい、まさか会えるなんて。私、みのりちゃんのファンなんです。よかったら握手してもらえませんか？前に私と握手してくれた子ですよね。はい、みのりちゃんに覚えてもらっててすっごく嬉しいです。私、内山ゆいなです。今日はよろしくお願いします。ゆいなちゃんって言うんですね。よろしくお願いします。でも今日はよろしくって。あ、飛び入りになっちゃったんですけど、スタッフとして参加させてもらおうと思って。え？そうだったんですか？はい、午前中に部活があったんですけど、午後から時間が取れたので急いで来ちゃいました。わざわざありがとう。忙しいのに来てくれたなんて。でも大丈夫ですか？スタッフさんの仕事ってきっと想像してるより大変だから。そんなに大変なんですか？はい、今も考えてた進行通りに行ってなくてバタバタしちゃってて。だとしても頑張ります。え？私、前の配信ライブでみのりちゃんが応援してくれたおかげで部活をもっと頑張ろうって思えたんです。
それでこの前の試合で初めてみんなに貢献できて、だから今度は私がみのりちゃんの力になりたい、頑張るみのりちゃんを応援したいって思ったんです。だからちょっとくらい大変でも全然大丈夫です。それよりみのりちゃんの力になれることの方が嬉しいから。ゆいなちゃん、そうだった。みんな苦しい気持ちになっても私たちを応援したいって思ってくれてるんだ。なら私は、ゆいなちゃん、今日は来てくれて本当にありがとう。私ちょっと行ってくるからホールで待っててください。え、行ってくるってどこに？みのりちゃん。それでお昼ご飯が済んだら一度みんなをホールに集めようと思うんだ。みんなすごく不安になってるから、声をかけてできるだけリラックスしてもらおうと思う。そうね、それがいいと思うわ。あとは音響と照明の流れをもう一度確認してもらうのもいいかもしれないわね。それじゃあお昼の時間の間にスタッフの子たちに声をかけて。あら？スタッフの子たちがみんなホールに集まってるわ。一体何があったのかしら。あら？ステージ上でマイクを持っているのみのりちゃんじゃない？え？私は今日のイベントで絶対みんなに希望を届ける。参加してくれたスタッフの子たちみんなにも。だからみんな、今日は私たちのイベントのために集まってくれて本当にありがとう。みんなと一緒にイベントを作れて本当に嬉しいよ。でも今段取り通りに行かなかったり、思ったより大変なことが多かったりして不安な気持ちになってる子もいると思うの。不安にさせちゃってごめんなさい。特に私は、はるかちゃんやあいりちゃんやしずくちゃんみたいにイベントの経験がないからみんなを安心させられなくて。でもだからってもうダメだなんて言わないよ。きっと私たちならみんなが笑顔になれるようなすっごく素敵なイベントを作れるって信じてるから。みんなは今日の日のためにわざわざここに集まってくれた。それだけで私はいっぱいパワーをもらえたの。みんながそのパワーをくれる限り、私たちはもっともっともっと最後まで全力で突き進むよ。みのりちゃん、大変なことはまだまだあるけど私たちなら乗り越えられる。一緒に乗り越えていこう。モアモアジャンプはどんな高い壁だって絶対乗り越えてみせるよ。みのりに先を越されちゃったみたいね。ええ、みのりちゃんはいつでも私たちの背中を押してくれるわね。先輩として私も負けてられないな。さあ、私たちも最後までやりきろう。